どうもナなるみさんのおすすめビールコーナーやっていいですか行きましょう久々に以前あのヘイジージェンとか美味しいって言ってましたけどなんかあれよリビルドで、うん、リビルドのキラーコンテンツ有料会員のやつで、うん、なんかね宮川さんヘイジージェンめっちゃ気に入ってるよあマジで、うん、僕があげたから飲んでくれいあれあれあげたやつそうそうでそうキラーコンテンツであさみさんが、うん、あそれってどんぐりのなるみさんからもらったやつっつってあそうなんだ、うん、話してたえー 嬉しいで切り入ってくれてそうそういやあれはほんとおしいんだけどねそこで気に入ったのか最初から知ってたのかは知らんけど、うん、でも最近めっちゃ飲んでるっつってた、えー、最近めっちゃ飲んでるっつうか,がかうんでまあヘイジ・ジェーンね結構高くてあんま手に入りにくいんですけど僕最近すげえいいなと思ったのが、うん、オリオンビールの IPA なんですよオリオンビールああ知ってるあれでしょあのちょっと黒い琥珀色みたいなやつでしょそうかなあ<の>まあ沖縄のねオオリオンビールで 沖縄限定で結構 IPA 出したりするんですけど、うん、最近ねこのオリオンナゴビア IPA っていうはい、はい、ちょっと緑色の缶のやつこれね都内のスーパーでたまに見かけるんですよはい、はい、1> で1缶250円とか270円ぐらいで、うん、かなり美味しいですねパ、あのー、ンク IPA にちょっと近い苦みと爽やかさがあって、うん、結構完成度高いのでクラフトビュールとか IPA みたいなすごい コクのある美味しいビールを安く飲みたいときは、このオリオンの IP a 買うといいですね。うん、僕の近くのスーパーだと、OK ストアとかにありましたので、あとね、アマゾンでね、普通に安く買える。うん、へぇー。蔵出しじゃないの蔵出しにはないんですよ。そうなんだ。まあ、俺、アマゾンで一ケースで6600円なので、まあ、1本270円ぐらいなんですけどね。それぐらいで買えると、全然まあ、いい方なので、ね。ああ、いいね。うん。で、これはすごい美味しい。夏にぴったりな爽やかさと苦みがあるので、 うん、なんか普通のスーパードライとかその辺はちょっと物足りないぞってなってきた人はこのオリオンの iPS ぜ非買ってみてほしいですねまず OK とかで1本2本買って美味しかったらアマゾンでガッとか、あのー、ケースで買うのが結構おすすめですねうんあれかあの僕が行ったのこっちだわなるみさんにやってたのと違うわあこれね<の>はいはいね琥珀色っぽいやつそうそうこれね、あのー、そう2年前だよね そうそうこれ昔あったやつで今はないんですよあそうなんだ僕これが好きだったんだよね、うん、これ美味しいよね、うん、この琥珀色のやつもいいし、うん、シークワサージのフルーティーなやつもすごい美味しくて、うん、これ両方僕も好きなんだけどこれとは別で今都内でも普通に売ってるのがさっき僕が送ったリンクのやつですねうん <laughs> ナゴビア IPA ってやつこれはすごい美味しいです結構毎年いろんな IPA 出しててその年ごとに違うっぽいんだよなあそうなんだ知らない、うん、そうね今確かにあの オリオのサイト行くと、夏目さん言ってた昔のやつは今ないもんね。あ、そうん、今探したらなかったびっくりした、うん。ぜひぜひ、あの、今スーパーでも買えるので、名護ビ IP や買ってみてほしいな。うん、はい、おすすめビールでした。ド、はい、ド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 ムルネム。ムム私のおすすめはですね。うん、今送ったんですが。うん,うん、うん。 あのワンターン出てきたんだけど、えっと、何かと言いますと、うん、ホップちゃんという方がいまして、ツイッターに。はい、これは誰かと言いますとあの、普通の芸能人とかじゃない一般の方でございます。どんぐりでいきなりフューチャーしております。ん何ホップちゃんは誰なんですか一般の人なの存ん。存じ上げません。またそのパターンが、ね。の、この人が書いてる、はてなブログ いいですねこのはてでこブログでこれねそうなのよこれ何がいいかっていうと、うん、ブログっていうかこうだったよねこういうのじゃんこうなんていうの,あの確かにね今ノートだなんだって写楽性エモいのがなんだ言ってますけど <laughs> ブログってのは雑記でいいのよ雑記で。 そうなのよ。だって最新の記事ワンタンだもんね、これね。そうそう、でしばらく書いてなかったから始まるんだよ。そう、しかもこのワンタンうまそうだから、どこの店だろうと思ったら、書いてないのよ、店とか。<laughs> そうなんだよ。<laughs> それぐらいがいいのよ。いいでしょ僕ね、ちょっと、うん、このホップちゃんのこのね、これちなみに「今日の一皿」っていうあの、自分で多分んね、うん、雑記の中でも。 カカテテゴゴリリ作っててるわけけですよ分しね、うん、次が今日の一皿カルボナーラだからまたどこの店だか分かんないというこれがえ自分で作ってんじゃないあそうなのあ自分で作ってんのこれじゃない違うのかないやなんかこのワンタンはなんかお店っぽい感じするんだけどねおしぼりとか上にあって確かにオーダーしていたっつってるわあそう。<laughs> ほらあカルボナーラは作ってるって書いてあるからあれか作ってるんだか食べに行ったんだかもうバラバラなんですね今日の一皿い,いい,い,いそれぐらいでいいっすよ、うんこのね あれ俺は今2009年かみたいなねうん、うん、頭の中がワープしてこ,こういうのでいいんだよおじさんが出てくるこういうのでいいんだよって <laughs> いや,こう <laughs> いや果ての部分にこういうのがあってやっぱいいっすよねい,いいいい,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 いもうホップちゃんいつもビール飲んだりしてるからもう、うん、飲み行きたいも,んもういいよねっってホップちゃんあのお便りでこのワンタンの店どこか教えてもらっていいですかね <laughs> こ,れこれワンタン美味しそうだよねこれすげえうまそうなのようん この映ってるビール、ビールのグラスのさ、うん、グラスの感じも俺大好きで、そうなのよ。細い感じのグラスで、これ多分ね、すげえうまい店だと思うので、うん、ワンタンの店知りたいな。ホップちゃんのこの最新記事、2年前じゃねえかよ。そうなの気づいた。<laughs> ちょっと待って、2年前。2021年4月じゃん。これちょ、ちょっと前の記事かと思ったら。<laughs> 気づいたホップちゃん、誰だか俺全然知らんけど、ちょっともうちょっと書いてもらっていいですかね、これ。そうなのよ。 僕はね、更新されるのを楽しみにして寄るんですがあの、なかなか更新されません。されないですね、これね。うん、しかもさ、うん、このツイッターのプロフィールを見るとねあの、マストドンがこちらみたいなの書いてあるん、ね、で、いいよね、そう、<laughs> そう、いいよ。マストドンはこちらなんだ。こういうのでいいんだよ。いやー、っていうね、あの最近見つけたいいブログ。 うん、いいブログって更新されてないけど、ね、全然ね <laughs> えー、いいですねいいブログだねこれねいいあっホップちゃんはドングリリスナーの人ねドングリを聞いてくれてるかもしれないし聞いてないかもしれないツイッターとかでなんかつぶえてくれてるの見た気がするなそう、えー、この雑記がいいのよいいですね、うん、ホップちゃん雑記はねぜひねノートとか行かずにぜひ宛のブログで淡々と書いて,てほしい気がする <laughs> いいブログだねこれねいいのよ そのなんか有料だのそんなんじゃない雑記でビュー数も100とかでいいのなんかハートしたらそれにコメントつけれるよとかそんなんいらないいらない <laughs> <laughs> いい誰に見られてるかもわからず誰に書いてるかもわからずでもなぜかハテブ行くと3ハテブ匿名の人からついてますぐらいのねお今日も誰かは見てくれてるそれぐらいの雑記、うん、いいねこれ <laughs> あのなんだ <laughs> <laughs> あの進んでねえのよ進んでないよ <laughs> <laughs> まあやっぱ雑記はいいからね <laughs> だから <laughs> 僕最近ねあのーはい、もうめっちゃ暑いからさ、うん、もうほんと毎日 T シャツ短パンサンダルなんですよ、うん、どこ行く時も T シャツ短パンサンダル出かけるんですけど、うん、サンダルね、あのー、去年からずっと使ってんのがあって僕そうだ猪春美さんナイスうんまさに サンダル短パンン T シャツのおすすめを聞こうと思ってたサンダル先にごめんねあの僕が先言っちゃうとはい、はい、僕サンダル10個買ったら7個ぐらい、うん、今もう見してあげよう,どう見せれるかいやで,で見なくていいんだけどあ,あの <laughs> あれなんよ足の甲がすりむけて血が出て泣きながらはみたいなところで足の甲がすりむける紐紐つうかあのあのさなんていうの あの小学生が履いてる B さんみたいな親指と人差し指のところのあるじゃなくる、うんあ,あ,ね、あれそうそうそう親指と人差し指で防ぐパターンじゃなくて単なる突っかけみたいなやつ、うん、はい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 便所サンダル的なね、うん、あれの甲のところで僕おしゃれなの買ったら大体すごいすりむけちゃってでまあ靴ずれとかするよとそんなもんだよってみんな言うんだけどなんか腫れてくるんだよねすっごい打撲結構ひどめの打撲みたいなんてで うん、歩き方がぎこちなくなって今股関節痛いの <laughs> それだ <laughs> からう歩き方バランス壊すと全身にくるからねそうどっか変わったりしてるからさで結局,局980円アディダスの分譲サンダルに戻るんだよ、うん、<laughs> これが一番嫌いいで。あ僕うて僕ねその足の甲がすり向けるとかに対してはすっげえ防御力高くて、うん。なぜかっ足の甲にめっちゃ毛が生えてんのよ 羨ましい、うん、ふさふさに、うん、だから全然痛くなんないですよでも多分ねこれね歩き方だと思う多分歩き方のものよ僕とひらめきん皮膚筋ふくらはぎの筋肉結構発達してるから足首多分こうやって動かしちゃってるんだよな歩く時ううときにだ,だからなるみさんがもし、うん、僕と同じ歩き方してたら毛むしり取れてると思う, <laughs> う <laughs> 足の甲の毛、うん、僕ねあの去年から使ってるサンダルが、うん、ウーフォスっていうブランドなんですよ ちょっと待って、マジで今サンダル難民なのちょっと見てみこのリンク今僕送ったんですけど、うん、でウーフォスっていうのはこれもうすっごい歩きやすいサンダルなんですよ。で、あーこれ僕になんかレコメンドでめっちゃ出てきたわ。B さんってさ、一日歩いてる履いて歩いて疲れるじゃん、なんか。え、この鼻を歩け。すぎてあの、え、親指と人,人差,差し指の間に。あそう入れる系<の>で、B さんだと僕、 超疲れちゃうんだけど、うん、そ,うそうそうそう。ウーフォスだと全然疲れないんですよ、これ。これなぜかというと、分厚さはん分厚さはそこの。あそこの厚さは結構厚いのよ。ああ、いいね、いいね。結構ふかふか,ふかで、歩きやすいんですよ。一、うん、日 B さんで歩くとすげえ疲れるけど、うん、ウーフォスだと一日歩いても全然使えなくて。へえ、いいね。ウーフォスってのはリカバリーシューズのメーカーらしいんですよね、もともと。はい。リカバリーシューズってのは、その、なんだろうある、歩くのとか、なんか怪我した人が、あの、その、 リハビリとかで履くみたいなところから始まったブランドらしいんですよね。なので、なんかその足への負担を軽減するような工夫が凝らされたサンドがしくて。いいうん、で、僕、これ去年から履いてて、今年でも2年目ぐらいなんですけど、うん、これがすごい快適。えウーフォスか,か、もうーサー、B さんなのにふわふわみたいな感じなんですか。あ、めっちゃいい。 サンダルプレゼントしてもらったりするんだけど確かにサンダル合う合わない結構ねシビアで,でしかもしかも大体合わないんだよね合う, <ん S 1> うのがもうさ500円のアディダスの,のつっかけとか何かお前も一緒お前も一緒で一緒それ入ってきてなるんだけどでもかわいそうに思った人たちが誕生日とかにすごいいいおしゃれなかっこいいやつとかをくれるんだけど血出てさー 血出るぐらいだったらまあバンドエード貼ってあと何当たるところをはい、はい、ラジオペンチとかでぐちゃぐちゃにして <laughs> ギューッてやってどうにかかわせばいいんだけどなんかね打撲みたいになってすぐどんどん腫れてくるんだよねいやーもうサンダルはマジでね人からもらうものじゃないと思うあれ結構なんだろう足痛いとはさすぐなっちゃうしそれによって体の調子悪くなるから、うん、ウーフォスね一回どっかで結構ねいろんなところで売ってるからえあのさウーフォスのどれいろいろあるけど ーフォスリカバリーシューズってやつですよ、普通の一番普通のやつ。あ,あれだね、鼻緒がないやつもあるね。鼻緒あ,あるやつですね、僕は。はいはい。ないやつでも、でもこれあれだな、いいけどさ、うん、僕、昨日ダイソー行ったんよ。うんうん。これ、売ってたよ。まあ、多分深いところで違うんだよ、全然これは。<laughs> 当然のように。<laughs> でもさ、<laughs> うん、でも、申し訳ないけど、これ、ダイソーに売ってたよ。これ、履いてみるといいと思うよ。あの結構違うから。そう,そうそう。じゃあ、分かる。それ めっちゃわかるんだけどさそれってあの、うん、6万円の T シャツ着てる人がユニクロの人とかぶってるみたいなの随所ですよかいや <laughs> T シャツは俺別にユニクロでいいんだけど履き物はね100円じゃ済まされないっすよやっぱじゃあでももう一回言うよ、うん、ダイソーに売っててこの見た目のやつ <laughs> 見た目な話して,てないですよいや今今じゃあ分かった うん、ウーフォスはいいとしよう。あの見た目、見た目イーフォスをない。<laughs> <laughs> 見た目イーフォス <laughs> 見た目いいフォスない。はいはい、ウーフォスね、あのー、多分定価は6000円ぐらいで買えるんだけど、うん、僕なんかちょっとかっこいいウーフォスにしていて、うんうん、あのアウトドアブランドとダブルネームのやつ買っちゃったりとか。だからさっき言ったのは、うん、あのウーフォスいろいろあるけど、どれよってやつ。うん、僕ね僕が買ったやつは何かっていうと、うん、今、出すね。今、売ってるかな去年のなんだよね。あの 6000円で買えるものが1万5000円にな,なってますけども、うん、ですね、あ僕好きな、アンドワンダーっていうアウトドアブランドがあって、そこが別注したウーォスはかっこいいですね。うん、まあ形は同じなんだけど、うん、僕こういうどっかとコラボしたってやつについつい買ってしまうんですよ。これねあの一番近くだと あ,の公園あるじゃないですか渋谷の公園 <laughs> <laughs> 何公園代余裕公園じゃないやあのなんかビルとかできたやつ屋上に公園になっちゃった宮下,宮下公園宮下パークになんか34階建ての商業施設できたじゃないですか宮下パークの建物の中にこのアンドワンダーっていうの入っててブランドが、うん、これこのコラボのウーフォス売ってるんでこれねあの一、ー、回試着するといいんじゃないですかねへえ<ー>一回入ってみてほしい,い結構ね 歩きややすすすいいしし装着んよわかるめっちゃわかるんだけどダイソーに売ってないんダイソーで買ってきよじゃあもう。ダイソーでいいよじゃあ。見た目、見た目、見た目。見た目これ結構いいっすよ。いや、かっこいい、かっこいいと思うんだけど、そうだな。あと、多分クッション性が違うだろうね。いや、絶対違う、違う、あの、100倍違うと思うよ。なので僕もう、この1回使間もう完全にウーフォスですね、足元はね。 いや、そうか、でもなんかあれなんだよな、せっかくさ、誕生日とかでこうプレゼントでもらって、返品するのも申し訳ないしさ、大事にしたいから多少血出ても、いや血出たね、無駄にいってもいいよ。だからあれよ、最近靴下履いて、出かける時靴下履いて、どうにか、いつかはさ、要はそれって摩擦だから、いつか靴下が死ぬけど、まあいいんじゃないですかね。靴下が死ぬかもしれないし、と同時に劣化していくから、 僕の足が壊れるか、サンダルが壊れていくじゃん。うんうん、そうすると、どっかのタイミングであの傷つかなくなると思うから、ちょっとそこまではやろうかなと思って。ね、<laughs> いや、でも僕、昔もらったサンダルとか結構ペンチでこう曲げて。うーん、そうなんだよね。まあだから、ウーフォスでもビルケンでも、自分に合ったブランド、足の形合ったブランドを探すのは、まあ、一番いいと思うけどね <laughs> あの。自分の足の形に10年かけて直すよりもね。<laughs> <laughs> へー、なるほど。 これが最近おすすめですとそうそうなのでロングリースナーさんでなんかサンダルなんかわかんないなとな時ウーフォス試着すると結構快適なんじゃないかなと思うんですよねえー、ウーフォス以外は何かあるのサンダルない、うん、とねもう一個持ってんだけどなんだっけな、うん、ちょっと待ってね今出すわこれちょっとかっこいいんだけど万人におすすめするものではないんだけどね、うん、これあのねセッタいわゆるは,はい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 セッタ×スニーカー うんだっていうやつなんですよすごい。しいそこは滑らなそう,そうあの。いわゆるセッタにあのナイキのエアーみたいなソールくっつけたやつ。へ<ー>これすごい面白い製品なんですよ。すごい。ゴエモンっていうブランドなんだ。かっこいい。そうそうゴエモンっていうブランド本当だ、エアー入ってる。うんだっていうね、商品。本当上から見ると。なるみさん、これ<タ>持ってるの持って持ってる。で、これたまに履きますよ。で、これ普通にね、デニムに合わせても全然いいし。うん。 あと僕がたまに着てるスノーピークのアウトドア着物とかにはめちゃめちゃ合うので、うん、着物の時これ着ますねこれねセッターなのになんかふかふか感というかクッション性もあってあとそのエアーみたいなところのデザインもね結構アクセントになるから、うん、まあまあおしゃれですねこれね結構ねへー まあだいぶ癖がある商品なので万人受けはしないんですけどまあまあなんかたまにこういうのね,いね履いてみたりとか2万ぐらいしてもいいなっていう人は買ってみるといいのかなっていう感じですかねなるほどね、うん、ウーファーとウーフォスとウンダおすすめぜひねこれを聞いていいなと思った人は履いてみるといいと思います、はい、夏終わる前に早いうちに買っちゃうといいんじゃないですかねこういうのは、うん、おすすめ履き物でした